モリーの特別な荷物というお話。強い風が吹くある日のこと、トーマスはとてもワクワクしていた。これからモリーという新しい機関車に会いに行くのだ。工場に着くとモリーはすでに待っていた。モリーの体は明るい黄色で、大きな車輪とピカピカの煙突がついている。とても素敵だった。こんにちはモリー。こんにちは。モリーの返事はちょっと悲しそうだった。一体どうしたの？私は給炭所まで空っぽの荷台しか運ばないってエミリーにからかわれたの。私だってみんなのように荷物をいっぱい運んで役に立ちたい。トーマスは悲しい気持ちになった。どうしたらモリーに自分も大事な仕事をしてるって分かってもらえるだろう。トーマスがそう思った時、風に揺れる防水シートが目に入った。トーマスはいいことを思いついた。モリーがバックして空っぽの荷台を準備する。トーマスは機関士にモリーの荷台にシートをかぶせてほしいと頼んだ。荷台をシートで覆ってしまえば中身が空っぽだなんて誰にもわからないよ。君は特別な荷物を運んでいるとみんなに思わせればいいんだ。それなら私も役に立っている気分になれるわ。トーマスは駅でエミリーに会うとモリーの特別な荷物のことを話した。何を運んでるの？それは秘密さ。でも特別な荷物の中でも一番特別なものなんだ。そしてトーマスは他のみんなに会うたびモリーの特別な荷物のことを話した。その話はあっという間に広まった。ゴードン以外のみんなが興奮していた。へっ、俺の急行より特別なものなんかないさ。モリーの荷物は急行よりももっともっと特別なものだよ。今夜アビー駅で見てごらんよ。だがトーマスは心配になった。どうやったらモリーの荷台をゴードンの急行より特別なものに見せられるかな。その夜、トーマスは駅長がランプに明かりをつけているのを見かけた。それを見てトーマスにいい考えが浮かんだ。そのランプを貸してもらえませんか、駅長さん。もちろんいいとも、トーマス。すぐにトーマスの荷台がランプでいっぱいになった。彼はモリーを探すために走り出した。そしてモリーの荷台はとっても綺麗なランプで飾られた。彼女には給炭所まで荷台を運ぶという大事な仕事が待っていた。これで君の荷台はとても特別に見えるよ。アビー駅を通っていこう。君のことを見たくてみんな待ってるんだ。モリーの荷台のランプはまるで夜空の星のようにキラキラ輝いていた。トーマスとモリーがアビー駅に着くと、エミリーとパーシー、そしてゴードンが待っていた。わあ、かっこいい。とっても素敵。エミリーもびっくりしていた。ソドー島に来て初めてモリーは自分が特別な存在になった気がした。だがそれも長くは続かなかった。強い風が吹いてシートの一枚が飛ばされてしまったのだ。しまった。荷台が空っぽだということがみんなにバレてしまった。なんだ、空っぽじゃないか。だから急行よりも特別なものなどないと言っただろう。とても特別な荷物なんてなかったのか。モリーは悲しくなり、自分が特別だとは思えなくなった。そして全速力で走り去っていった。トーマスはとても申し訳なく思った。ちょうどその頃、トップハムハット卿は駅長に電話をかけていた。そして駅長がトーマスに会いに来た。給炭所にたくさんの機関車が止まってる。みんなモリーの荷台を待ってるんだ。大変だ、早くモリーを探さなきゃ。
モリーは側線に止まり悲しみに暮れていた。恥ずかしい思いをさせてしまってごめんよモリー。でも給炭所でみんなが君の荷台を待ってるんだ。もうほとんど石炭を使い切ってしまって動けないわ。心配しなくていいよ、僕が手伝ってあげる。こうしてトーマスが荷台を押してモリーが引っ張った。二人はお互いに協力し合い、あっという間に給炭所に到着した。たくさんの機関車が二人を待っていた。夜の配達を始めるために空っぽの荷台が必要だったのだ。やっぱり君の空っぽの荷台は特別なものだったんだね。それを聞いたモリーはとても誇らしく、でもちょっと照れくさい気持ちになった。もっともっと荷台が必要だぞモリー。わかった。持ってくるわ。じゃあ僕も手伝うよ。モリーは石炭を補充すると、トーマスと一緒に急いで工場へ戻った。二人は空っぽの荷台を集め、すぐに引き返した。ゴードンが分岐点で止められていた。信号が赤に変わったのだ。どいてちょうだい。空っぽの荷台のお通りよ。どうだい、わかっただろう。君の急行よりも空っぽの荷台の方が特別な時だってあるんだ。ゴードンの顔は信号のように真っ赤になった。モリーは自分がもっともっと特別なものになれた気がした。今日のお話はモリーの特別な荷物でした。